加藤、始球式、ヤジ、球審、アウト。退場。お笑いコンビ、アンタッチャブルの柴田秀嗣、40、の元妻との不倫が発覚した元、ファンティ、モンキー、ベイビーズ、のボーカル、ファンティ加藤、37、が、2016年6月7日、オリックス、中日戦の行われた京セラドームの試合前に、始球式を行い、マウンド上から、ファンに異例の謝罪を行った。自身が初主演を務める映画の PR のために予定されていた始球式。最悪のタイミングでの登板となったが、予定を変更することなくマウンドに上がり、見事なフォームを披露。投球後にマイクを握り、この度はお騒がせしてしまい申し訳ありません。そんな中、始球式をさせていただき、本当にありがとうございました。頭を下げると逃げるように引き上げた。しかし、よりによって、不倫スキャンダルを、試合前の神聖なマウンド上に持ち込み、要件が済んだらすぐに立ち去るとは、野球ファンならずとも違和感は拭えないところ。ネット上では、野球ファンにはいい迷惑。マウンドでやらないで、球審がアウト、退場と言えばいい、などと批判は高まった。一方で、逃げずにスケジュールを組んでいた始球式に出てきたことは評価したいなどとの意見も。中日マスコットのドアラに励まされている加藤の姿に、場内からは失笑も漏れた。みんなの声。オリックスにとっては疫病神だったね。オリックスのフロント、ある意味持ってるわと思った。ドアラには美味しかったね。ニュースで見たけど、だいぶ痛々しく見えた。がっこ、笑い。なんで辞退しなかったんだろうね。常識がないのはわかってるけど、始球式って、これから始まる試合を盛り上げるためのものでしょ？こんな失笑を歌うだけの状態の時は辞退すべきだよ。確かに、なんで始球式で言うのかと違和感あったわ。昔からの野球ファンにとってピッチャーマウンドってほんと聖地なんだよ。金銭絡みでの事務所問題やると思うが、なんで辞退しなかったのかな。許した球団側にも問題あるけど、聖地が汚い聖地になってしまった感。審判が退場を告げるのはいいな。まあファンの気持ちはわかるけど、無言で行かれてもそれはそれで批判出るよね。個人的には軽く謝罪したのはベストであったのではないかと思う。自分のライブにゲストで来たプロ野球選手がオープニングで自分の不祥事について謝罪したらどう思う？加藤。球場にどれだけ加藤を見に来ていたかは知らないが、大半は野球を見に来ているのだよ。いや、普通逆でしょ。自粛するでしょ。肯定する人もいるようだけど、感覚がやっぱりおかしい。怖いわ。不倫で悩んでいる人もいる中で、ダメなことしているわけだから、普通の感覚からしたら自粛だよ。本人の問題。あんたが謝るためにマウンドへ立たせたわけじゃないんだよ。しかも来ているほとんどは、野球を見に来たファンであり、加藤のファンではない。余計な火種を作っただけだね。マウンドの上でプライベートを持ち込むとは、
本当に野球界に失礼極まりない。この男ゲス川谷以上にゲスですね。神聖なマウンド上とは言うが、野球選手も不倫しまくってるよな。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。